ヒスタミンセロトニンクロム神話性細胞は内分泌細胞の一種であり細胞内に分泌症法であるクロム神話性下流を含み副人髄質に存在する組織切片が10クロム酸カリウムにより活色腸に染色される下流内にはカテコールアミンやエンケファリンなどの物質が貯蔵されるクロム神話性細胞は副人髄質の他に 膀胱や前立腺等の組織にも存在する。一方、胃腸においても、同様の染色像を示す細胞群が見られ、これらはそれぞれ超クロム神話性細胞及び、超クロム神話性細胞様細胞と呼ばれる。EC 細胞は胃腸におけるオータコイドである、セロトニンの酸性に関与している。また、エクル細胞は、下流内に、 セロトニンは含有せずヒスタミンを貯蔵し、胃酸の分泌に関与している。胃酸分泌のコントロール。副腎髄質のクロム神話性細胞は軸索を失い分泌細胞となった、交換神経の不死後神経細胞である。交換神経の不自然繊維の支配を受け、下流内に含有する神経、伝達物質アドレナリンを放出する。副腎皮質によって産生される。 グルココルチコイドによって神経細胞内におけるアドレナリンの生合成は抑制される。胃のエクル細胞は胃粘膜表面積の1から3%を占める。アセチルコリン及びユーモン部上皮に存在する G 細胞により分泌されたガストリンの刺激によりヒスタミンを分泌する。ヒスタミンは 遺産分泌において最も重要な因子であると考えられており、エクル細胞の細胞質に存在するヒスチジン脱炭酸酵素によって産生される。ヒスタミンの分泌症法への蓄積は2型症法もの網に輸送体を介した H ヒスタミンの対抗輸送により行われ、その駆動力となるのが V 型 ATP、RZ によって作られる H 濃度勾配である。ヒスタミンが 壁細胞上の2型ヒスタミン受容体に結合することにより胃酸の分泌を引き起こされる。腸の細胞はセロトニンの酸性源の一つであるとされており、生体内のセロトニン総酸性量のうち90%を占める。過敏性腸症候群の患者においては、セロトニンの酸性等の気候に異常が見られることが明らかになっている。クロムシンは性細胞に 悪性腫瘍が発生するとアドレナリン及びノルアドレナリンなどのカテコールアミン酸性能を持つ活色細胞腫と呼ばれるものになる。活色細胞腫の形成によりカテコールアミン酸性量が増大し二次的に高血圧が引き起こされる。ありがとうございます。